で見る知ら外国人と見ていく配給18話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。レッツゴー。さあチャンスボール、チャンスボール、どっちにだ、こっちにだ。おおおお、きた。日向だけに注目したらダメなんですよ。田中先輩もいるんですよ。23からのツッキーからのツッキー、すごいね。いや勝てるでしょ。まあまあ1セット目ね、やばいじゃん。おお、突き放すには、おーっとすごっすごっ。いや身長考えて止めちゃうんだよ。わお、え、やべえじゃん。外れた、え、今外れた、入った、どっち。24になるよ。あーよくわからん。このラインなんか中入った感あるけど、速い速攻にブロックが2枚もついてきたの初めてですね。ちょ今どっちかわかんねえや。これどっちや、入ったの入ってないのどっち。あ、やばい、入ったよね、入ったよね、この中だもんね。入ったよね、いいじゃん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 。あの伊達子はいいじゃん。うちがセットポイント。伊達にあの世は見てねえぜ。よくわかんねえ。ちょうど相手の監督潜水だからね、潜水にめっちゃ似てるから、誰にあの世は見てねえぜ。パンパンじゃねえんだよな。背中の守り、おお、背中の傷は剣士の恥だ。いや違うねんな。たっかたっか、バチコンバチコン、おおお、これ入った。25いったやん。1セット目ゲット、ゲットだよね。来たやんな、怒ってるもんな。おえマジでカラスのが取ったよ。やべえじゃん。乗せると怖いですね、カラスの。ああいやいやすごいわ。2セット目も勢いで取るでしょうか。ああ行くやろ。いや行くでしょうかが伏線だな。1セット目と同じ試合展開は無理だろうね。おお、なぜ。伊達号の特にあの巨体の7番君はびっくり速攻にびっくりし慣れてきちゃったからね。びっくり速攻、あの大きい7番君、名前が1点2点3点、日向君たちの速攻にちょっと触ってましたね、清水さん。ああすげえ、パーンってな。現状の俺たちの攻撃の軸は変人速攻、名前よ。変人速攻めちゃくちゃや。びっくり速攻、変人速攻、怪物速攻、めちゃくちゃかい。ローテーションを2つ回してスタートだ。おおいいね、トリッキー。1セット目は日向とあのマイナスの7番ががっつりマッチアップするローテだったから、はいはい、2つ分ずらしてスタート。おおなるほど。そうすれば日向君は1セット目ほどあの7番君にぴったりマークされることがないってことですね。じゃあ朝日先輩が結構ここからポイントになってくるね。でも全く当たらないわけじゃない、いくらか分散させるって感じだな。それに日向をマークしなくなった分は当たり前だが、他のやつをマークするってことだ。そうだね、他に負担がね。ってばかりもいられないです。日向が生きてこそ俺たちも生きる。おおそれそれ、本当にそれ、本当にそう。本当にそう。デコイだからね。デコイっていう言い方もあれだけど、デコイが輝くには。親戚か。俺はそうだったな、朝日。朝日さんみたいにバックアタックとかできないから。家にいる間にたくさん点取ります。親戚か。いいな。最強の踊りやります。いいね、ナイスデコイ。いいっすよ。頼んだ。大事だよ。チーム任せろ。ああいい笑顔、素敵。はい素敵。はいいいですね。この先輩後輩のいい図。ゴーゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴー。始まる。シャシャシャ。うるさいですね。1セット目よりも多くあの7番と向き合ってないといけないな。おおここから。いやいや。いよいよ。誰も僕があの7番とガチンコ勝負して勝つことなんて期待してませんよ。だからこその。派手に暴れるのは日向の役目。おお。その日向が公園に回ってる間は、おお。極力無難にしのぐのが僕の役目。おお月と太陽。いつものことじゃないですか。なんか陰と陽みたいなイメージ持ってたけど、向こうのブロックはなんか火と水みたいなさ。面白いわ、面白いわ。今のこれ来るぞ、これ来るぞ。いや潜水、顔潜水、監督潜水。あの10番と青根のマッチアップを避けるためですかね。おお一発目決めていく。どういうマッチアップになっても目の前のスパイカーをただ止めるだけだ。かっこいいね。俺たち普段はクソ生意気な問題児だからな。試合でくらいいい後輩でいなくちゃな。なんか純粋なんだよなこいつ。なんか割間兄弟のなんか優しいバージョンみたいな感じ。ブルロな。おお決められたら決め返す。おおあーでも結構もう来てんのか。取れたはいいけど、なんか最初と同じ展開ですね。ギリなんか取れてるけど不安要素がずっとあるみたいな。おおやばいね。わお。はいはい。レシーブが乱れてから速攻使えるのはちびすけくらいだし。ナイス青ね。やるね。いや強いわ。強いわ。伊達っすわ。44、いい流れ。前衛上がってきた。どこで崩れるか、どこで崩すか、ここがポイントですね。好き。さあ影山へ行きの変人速攻。やばい。いいね。だがまだちょっと日向推しなんでね。おーいいっすね。日向かと思ったらサイドが来る。いやいいわいいわいいわ、悪くない悪くない。カラスノはローテーションをずらした分、びっくり速攻のびっくり感がまだ持続してるって感じです。びっくり変人。まあそうだね。時間が経てばそれも薄れていく。はい、そういうことです。もしもこのセット伊達公が取って3セット目にもつれ込めば、カラスノは一気に不利になる。まあちょっとあかんやね。まだ同じ流れ。前衛にいない間、伊達公の7番といかに戦うかも問題だ。はいはいはい。10番のおとりなしでどれだけ鉄壁と戦えるかがそこ。だからやっぱ朝日さんなんだよね、この2セット目は。今までと一緒じゃダメだからね。どんどん慣れられるから。慣れられるって言いづれな。今は光栄だわ。おおいい声だな。モブがいい声だぞ。モブって言っちゃ申し訳ねえけど、今のモブ本当にちょっと今のまあモブだな。モブだなとか言ってごめんわかんねえんだよ。いい声してんだよ。多分これから出るあれなのかな。ああモブだ。極力無難にしのぐのが自分の役目って言ってたけど。おお。伊達公相手にそれができるのって十分すごいじゃん。おお。確かに今の俺たちの攻撃の要は日向影山だけど、はい。その攻撃が使えない場面をしのぐのも重要だろう。それそれ課題。今回の課題。できなくてもレシーブがなきゃスパイクも打てないみたいに今俺たちがここをしのぐことがまさにサウンドがいってんだ。サウンドかっこいい。合ってる。この緊張感あるサウンドというか場面というかな。さあ今この瞬間のために昨日よりも今裏張ってやったやついいよね、そういうの。お、たとえ鉄壁だろうが来る来る行く。まさかのおお、それに気づいたか。それに気づいたか。さっきの目線朝日さんなんかやってくるだみたいな。やっぱ何なんだろうね、野生の感というか。やばいよね。ミドルブロッカーだけど10番がエースって感じだな。やはり7番のブロックは鉄壁の中でもトップ。早く7番を後衛に回さなければ苦しいぞ。でもそれをパンチ力でカラスノのエースこじ開けんのかな。やっぱエースだよな。やっぱエースなんだよな。そうなんだよな。おここですよ、因縁の勝負。おおこれだよ。やっぱりやっぱこれなんだよ。弾いていかないといけないんだよな、このガードを。おおいいね。そうなんだよ。ツッキーも高いからな。この2人来たらですよね。うん、そうなんだよ。忘れちゃいけない。ガードもいけるんですよ。3枚じゃないけどこの2枚がね十分すぎる。いいね。お田中先輩決めていく。田中先輩結構活躍してるよ。いいね。前衛にいるうちに決めろよ。いいね。でもなんか本当にツッキーここら辺月のようにやっぱ支えるというかさ、なんかそんな感じするよね。わお太陽がいるから光ってるみたいなね。レフトに頼みそうなとこで速攻使ってくるんだもんな。どっかでツッキー覚醒しそうだな。おお取って取られて、いやすごいわ。これ3セット目にもつれ込むかどうか。いやすごっ。でもずっとリードだよ。すごいよ。もう全然違うよ今までと。おおわ止められそうだなこの流れ。おっといかない。ナイス。いやこれ朝日いったらあかんかった。ナイス。朝日じゃねえよ日向。朝日いったからいいんだよ。いいねいいね。朝日と日向でなんか太陽太陽で似てんだよ。分かる言いたいこと。はいチビスケはまだ前衛にいる。こんな突き放すチャンスだ。いいね。玉崎さん青根の影に隠れちゃって舐められてんじゃないっすか。おいいね。煽っていく。さあスピードやるね。からのうわ惜しい惜しい惜しい。まあここが今正念場だからな。敵も必死よ。あの7番君が前衛のターン。おお大丈夫だ。ここだね。まだ変人速攻は効くけど俺は多分ここら辺で止められると思うな。変人速攻に頼りすぎだな。ですよね。はい。あ、ギリタ？ギリタな。いや、すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。あとワンチャン今の同じようなプレイがあれば勝てるよ。おお。おお。うん、なんかこいついいキャラしてんだ、本当に。いいワニマ兄弟だよ、本当に。逆にさあ、伊達公は一番ブロックの強いターン。やばいね、ここですよ。なんか変に決められて24、24になりそうやな。マジやばー。気にすんな。一瞬反省したら、あとは引きずらなくてよし。ああ、よしよしよし、ナイス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 。素晴らしいですね。はい、ナイスです。今のローテだったら、今の言い方は本当うまい。10番がいない状態でデュースになったら、カラスのやばいんじゃない？おお。だってこの7番すごいな。やばみだね。さっき止められたかと思った。でも、今前衛には朝日さんがいるから。でもやっぱそうだよね。この試合は決めてほしいよね。うん、日向じゃないな、ここは。うん。エースがいるから。大丈夫。そこ、そこ、本当にそう。朝日先輩にここはちょっと決めてほしいな。もう因縁の対決、ここでしっかりと決めていく。いいね。で、日向のね。日向のアイキャッチなんだよ。失敗してるし。いじってるし。さあ。いいね。月島。止めていく。さすが。いいけど、もう警戒されちゃってるな。おお、ナイスナイス。よう止めたな、あれを。田中先輩、本当にあんまりクローズアップされないけど、ずっといいプレーしてるよ。いやー、気合い入ってんな。お、でも今のだいぶ、これいけんじゃね、ワンチャン。どうなの、入るか、さすがに。さすがに入るか。おお、今の取る。ナイス。お打て、トスが上がる。いや、上がり続ける限りずっと打つだろうな、これは。おお、やべえ。どう相手もパワーダイブ、こっちもパワー。どうなる。おーっと、弾かれた。やばい。どうリベロいけるか、反応できるか、きついか、だいぶきついぞ、これ。あ、やばいやつだ、これ。来るぞ、これ絶対覚醒するわ、これ。なんかおかしいもん、なんか入ってるよね、これ。なんか入ってるよね。え、あり、え、足ありなの、足ありなのね、ありなの、嘘嘘。マジでありなの、ありなの、マジでありなんだ。いや、知らんかったわ、ありなんだ。すぐ戻れ。すごい、バスケで足ありなのかな、サッカーでいう手を使ったみたいな感覚なんだけど、ありなんだね。いや、すごいわ、すごいわ。だったらなおさらすごいわ。うおお、いいね。どうなる。ここで菅さんはあかんって。ずるいわ、ほら、ずるいわ、ずるいわ。おお、影山君、またこれはいいんだ。いやー、これが今のベストだ。やばい、来るぞ来るぞ来るぞ。いけ、朝日、うわー、朝日、いけ、これはやばいぞ。ぶちかますぞ、これ。いったれー。おお、そうだな、野谷先輩もな。おお、どう、これ、これバチコン行く先によってはどうなる、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 どうなる。シュッシュッ、こっちどうなる。あかんやん。あっちだ、よかった、びっくりした。おお、それを止めに行く。あーおー、わーお、今の表情なんか敵ながらちょっとうーってなっちゃった。おお、すごい。いや、すごいわ、因縁の対決に勝利、おめでとうございます。いや、ええな、ええな。なんか下手になんか2424にならずに決めていくのがええな。で、23にもならず、なんかリアルな感じ、リアルな感じ。いや、常にリードしてたよ、すごいよ。からの進化してるから。おお、おお、めっちゃいいやつやん。いや、こいつめっちゃ好きなんやけど、わかるね、わかるね、めっちゃいいやつなんだけど、なんか無口なのにめっちゃ好き。何何何、出た、祇園祭り。はい、祇園祭りです。はい、はい、祇園祭りです。あ、なんかツッキーちょっと今のは悪くないよ。今のツッコミはいいよ。お前らはヒーローだな。おお、なんていいこと言うんだよ。影山、影山も喜んでる。いいですね、それ。いいね、エースとヒーロー、ええやん。かわいそう、なんかかわいそう、ちいかわみたい。お前よくやったよな。褒めてくれる、いい。そうです、モニアさん。アルコー予選で絶対リベンジしましょう。おお。予選って9月ですよね。すぐ帰って対策。これもまたあんの。春高予選でカラスのと当たったら。春高。3年は春高まで残らないよ。おお。なんでですか。俺たちが面倒くさいからですか。いや、そういう話ではなくて、そういう話ではなくて。そういう話ではない。ああ、ね、インターハイ、そうか、そうか、こっちもそうだもんね。うちは一応強豪って呼ばれてるけど、俺たち3年の代は外れだって言われてたんだ。柵だって。お前たちのおかげで鉄壁の名前に恥じないチームでいられた。おお。だからお前たちが3年の時は春高まで残れ。めっちゃいい先輩だな。新しいチームで体制整えて、今年の予選で勝てなくても来年。いや、この先輩素敵だ。菅さんしかり。カラスのも全部押さえつけて全国行け。いや、いいな。でももクソもない。いけ、終わり。かっこいいわ。これが先輩だ。うん、いいね、素晴らしい。なんかいいな。お、2回戦突破おめでとう。日宮通りで女子の声がすると思った。おお、気づかなかったのかよお前。あや先輩。いや、ロン組安定。おおおお、いいね、3年チーム。もういいな、本当にみんないい人ばっかりやわ。今のベストって言ったのはどういう？レシーブが乱されて思うように攻撃ができないとき、どうしたってラストボールはエースのポジションのレフトに集まってくる。おお。そのいわば攻撃の最後の砦には自分の手であの壁から点をもぎ取ったと実感してほしかった。あのね、今喋ってるのもすごい気になったんだけど、ただでさえ俺すごい構図がいいなと思ったんですよ。からのありがとうございました。ずるいわ。本当に。今のって応援してくれてありがとうございましたなのかな。多分そうだよね。これずるいわ。俺もめっちゃ泣きそうになってるわ。なんか本当にマジでいい人しかおらんわ。ああ、そう。俺いちいち涙流すの嫌なんだよ。ああ、俺は涙を流すの嫌なんだよ。わかるか？だが涙が出てしまうんだよ。いいシーンばっかでクソ。この話も聞きたいんだよ、本当に。だ。どうしたってラストボールはエースのポジションのレフトに集まってくる。だ。そのいわば攻撃の最後の砦には自分の手であの壁から点をもぎ取ったと実感してほしかった。なるほど。次のプレーの自信につながるわけですね。特に東根は前にも立てこうにこっぴどくやられたみたいだしな。でももう大丈夫だろう。おとりなしでも鉄壁相手にひるまず戦えた。そうだね、そうだね、そこが重要。自分にトスが上がるっていうのはスパイカーにとってそれだけで誇りだ。おお、いいね。自分はまだセッターの信頼を勝ち得ているという何よりの証拠だから。確かにな。2人のセッターにトスを託されたんだから自信を持てないわけないよな。あそこで日向がいないのがやっぱ正解なんだよ。怖かったわ。いいな。それにしてもよ、カラスの1年コンビのとんでも速攻、どうやって使い分けてたと思う？ラリー中にそれらしい合図とかなかったよな。おう、確かに確かに。サインに気づかなかったな。当分有効に使えそうだ。サインか。脳みそ筋肉なのによく考えたよね、あれ。やかましいわ。考えたの俺らじゃねえ。そうだね。はい、菅さんだ。誰に考えてもらったの？菅原さん。いやー、一緒に参加してんだよ。一緒に参加してんだよ。リベンジできたな。ええな。素晴らしい。もちろん。自分のトスで勝てたらよかったと思うよ。まあね。今のツッキーなんか毒なかったな。なんか友達感あったわ。よかった。お前がまだ戦うつもりでいてくれて素晴らしい。いいな。闘志闘志、勝ち残るぞ。燃えてんだよ。諦めてねえんだよ。だから自分のできることをすでにサインっていう形でやってんだよ。出たよ。おお、フルボッコ。このヤンキー組イラついてる。ダークホースも大魔王だけなんだっけ。全部食って全国に行くのは大魔王に1票。エンマではないよな、エンマ様。俺たちだよ。多分大魔王だよね。いや、イケメン、さすが安定。いや、いいじゃないですか。いや、もう今回もめちゃくちゃいいな。17はもうすごい良かった、本当に良かったけど、18はもういいな。なんていうかね、やっぱもう重要なのがもう朝日さん、今すごいね、もうまた日向とすごいごちゃあるんで分かる、言いたいことなんか両方とも太陽だから言ってしまえば、だから日向があそこで変に決めてしまうのはダメなんだよ。主人公だから決めてくれるのはいいんだよ。でもそうじゃないんだよ。今あの瞬間の主人公っていうのは朝日先輩なんですよ。元々の1回負けましたリベンジしますみたいなね流れからのやっぱ主人公は旭先輩なんだよね。でツッキーがまあ最後毒なかった、なんかこっち側に入ってきたなっていう、まだ見てるよまだ見てるよ、俺手のひら返さねえからそんな簡単に。ただまあいいんじゃない、さっきのなんかこう友達感はいいんじゃないということでね、引き続き19は楽しんでいきたいと思います。ぜひ皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!